皆さんこんばんは、ななみです。今日は8月のお気に入りを紹介したいと思います。聞いてもちょっと今回は少ないかもしれないんですけど、それではビデオスタート。ずっと欲しくて買えてなかったこちらを買いました。てでーん、クレードポーのこちらはコンシーラーの LO です。もうね、結構使ってるんですけど、お色はこんな感じです。まあ、やっぱね、これこのコンシーラーすっごい高いだけあって綺麗に仕上げてくれるんですよ。まあ、ちょっとお値段は高いんですけど、それなりにそぼかすとかも隠れるし、まあ、よれづらいので気に入って使ってます。こんだけ高いので結構まあ慎重に使ってるんですけど、色もバッチリだったし、これからの毎日メイクとかにも出てくるかなと思います。最近はクレドポーばっかり使っちゃってるんで、資生堂のスポーツカバーファンデーションをあんまり使ってないかなと思います。ボビーブラウンのジェルアイライナーになります。こちらは7番です。これも8月の当初ぐらいに買ってたんですけど、お色はこんな感じです。はい、見えるかな。今回はブラウンを買いましたって言ってもちょっとブラックに近いようなブラウンですね。こっちのブラックと比べてみます。こっちがブラック、ほんと若干ではあるんですけど、こっちが薄い方のブラウンでこっちがブラックになります。ボビーブラウンのジェルライナーは描きやすいし落ちにくいし、すごいおすすめしたいんですけど、色の展開がなんかこう、ブラックはブラックなんですけど、その他の展開がなんかちょっと難しいカラーになってて、なんかブラウンっていう感じの名前で売ってないんですよ。なんかチョコレートなんとかとか。私はこっちの7番の方のブラウンを使用してます。はい、じゃあ次はビセの、クリスタルデュオレッド462番です。こちらになります。これは別の動画でも紹介したんですけど、2本買ってみて、私はこっちのレッドの462番をすごい気に入りました。最近このビセのリップを使ってます。この前2回ぐらいインスタライブやったんですけど、どっちもこのリップをつけてました。もう1個リップなんですけど、こちらのケイトのカラーハイビジョンルージュのベージュです。お色はこんな感じ。さっきのビセはちょっとツヤがあるタイプなんですけど、こっちは完全にマットです。ケイトは結構4色5色ぐらい買ったんですけど、やっぱこのマットのカラーが一番可愛くて、どっちも気に入って使ってます。でちなみに今日つけてるのはマックの以前紹介したリップになります。これもすごい可愛いカラーなんですよ。一気に秋冬感が出せるリップが最近好きです。で次はこちらハトムギ化粧水です。まあ、これは結構知ってる人いるかなと思うんですけど、これいつだったかな、7月かな、7月ぐらいに実は買ってたんですけど、お風呂上がりの化粧水がまだ使い終わってなかったのでまだ開けてなかったんですけど、量とか気にしないでバシャバシャ使えるし、次の日のなんだろう、肌の仕上がりがすごいいいので、これを気に入って使ってます。この種類かわかんないけど、結構ハトムギ化粧水使ってる人は多いかなと思います。で次が最後なんですけど、こちらになります。視聴者さんからこちらはいただいたんですけど、形も香水みたいな感じですごい可愛いんです。中がすごくて、これ開けますね。こういう感じで分かれるんですよ、箱が。時計入れとか、まあ、こうアクセとかも入れられるってことで、すごい可愛いと思って。でこれ鏡もついてるので、まあ、イヤリングとかをつける時にこう鏡を見ながらこうやってつけれるのもいいなと思いました。何よりこのね、入れ物がすごい、形が可愛い、収納もできて、このデザインが可愛いっていうのはもう最高。こんな素敵なプレゼントくださって本当にありがとうございます。本当に嬉しいです。いっぱい活用させていただきます。ちょうど時計入れっていうものがなかったので、これに入れさせてもらおうかなと思ってます。嬉しいな。はい、こんな感じで今回は8月のお気に入りを紹介しました。もう全部一通り使ってて、ちょっとこれだけはまだ開封したばっかりなのでまだ使ってないんですけど、その他のものは全部8月中に開封してもうすでに使用してたものなので、ちゃんとした8月のお気に入り商品になっています。結構8月リップ買ったんですよ。でその中でもやっぱこのビセのリップが一番良かったかな。リップはね結構買っちゃうんですよ。って言っても私唇厚いんで結構
構な量持ってかれるんです1回で。割と減るの早いので、多分普通の人よりリップを買う頻度が高いです。今から秋が始まるっていうことで、まあちょっと秋を意識した感じになれるので気に入ってます。皆さんも気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。